NPB さん、リーグ平均 OPS600 で史上最悪の打低環境に突入。もう終わりだよこの濡れたスポンジ。ボールは変わってないんだ。水野がミス認めてボール改善するしかないだろ。これだと動員にも影響出てくるだろ。昔は微妙なピッチャーだった有原が年食ったのに無双できるんだから、そらそうよ。パンパンにゴム敷き詰めた超高反発ゴールにしろ、ホームランでなさすぎて退屈。この環境でホームラン打てるやつが本物。ボールボール言うやつは確かめてくれよ、気になるから。データ的に打球角度が低いほど影響は少ないみたいだから、それに合わせた打ち方するしかないよ。近藤があれだけ打てるぐらいだし。さすがにコンオフにはボール改善しないとダメだろ。水野のミスは歴然。打点だと人気落ちるからな。今年の春の選抜も散々な人気だったじゃん。デルタが統計出してボールが原因である可能性に言及してたぞ。なんで毎年ボール変えるかな。普通に去年のでよかったろ。ここ数年野球観ててなんかボール飛ばんなってならんやつは逆にのろすぎる。ピッチクロック導入して打高になるか試してみればいいやん。 MLB のボールは質が低いとか言ってたね。投与が引っ込みがつかんのやろな。これもう水うよやろ。ご視聴ありがとうございました。